あの今朝の新聞の憲法論を大変興味深く拝見したんですが、あの今まで憲法は基本的に国家を縛るものだということをおっしゃっていたんですが、今朝のインタビュー記事では公共の概念を再考しているので、まあ、国民を縛る方の話も言及されたと言っているようと思うんですが、これはどういう部分と国民を縛る必要があるのか。いや、それはあれですよ、国家権力を縛るっていうことが、すなわち国民の絶対的な自由、他者に配慮しない絶対的な自由を保障するっていうのとは違いますからね。対国の話とその 対第三者の話は全く別ですから、国 の, あの権力はとことん縛っていくと。しかし国民サイドの方も国へ配慮するっていうんじゃなくて、他者に配慮するようなそういう自由の枠組みというものも考えなきゃいけないという、まあ、これはもちろん私人間効力という憲法は私人間同士に適用はされませんけどもね。ただその自由というものを考えたときに、国家権力に対してはそれは完全なる自由というものはね、貫いていくということがあったとしても、他者との関係においてはやっぱり一定の配慮が必要になる。じゃあこの他者との配慮、他者への配慮というものはどうするかといったら、結局国家権力が間に入って、まあ、それは法律か何かでね、ルール化するってことになるんでしょうけども、やっぱり日本の憲法ってものを考えると、その終戦直後でね、戦前のその、まあ、いわゆる国家権力悪玉論、まあ、究極の国家権力悪玉論を前提に、日本国憲法ができたもんですから、とにかく国民の絶対的な自由、僕はその当時はそれで大賛成です。その当時はね、まずは国民の絶対的な自由から入る。しかし憲法秩序がどんどん安定してきて、国家権力を縛るということも、まあまあある程度縛ることができて、社会も安定化してきた場合にね、そうするとやっぱりそこで利害関係が複雑にこう絡み合う現代社会においてはね、今度は国民の自由というものも、隣人他人に対してのその配慮っていうことも若干考えていく時代なのかなというふうに思ってますけどもね。ただそれはじゃあどれぐらい制約するのかとか、そういうことは憲法の中で決めるわけじゃないけれども、憲法のその立て付けとしてね、そういう意識っていうものを持つべきなんじゃないのかなっていうのを思いますね。今公共の福祉っていう言葉でくくりになってますから、そんな分かんないんですよ、公共の福祉なんて。そんな概念、それ多分訳した時にそれ公共の福祉ってなったんでしょうけど、そんなの公共の福祉なんて一般国民分かんないですよ。だからそこをもうちょっと概念を整理するっていう、まあ、そういう趣旨です。だから国家権力がいきなり国民に対して義務を、ね、課すとか、そういうことではまた違いますけども、ね、その具体的にその条文がおかしいという救助のことはずっとおっしゃってますけど、ええ、具体的にそこの条文が新しい公共に照らしてみて変えるべきだという話ではなくて、ええ、新たに構築すべきだという、いや、そういう整理をね、人権というものを整理するときに、他者に、まあ、隣人他人に対して、どうその自由というものを享受するのかっていうようなね、そういうところの概念というものはきちんと憲法の中に文言として入れるのかどうかは別として、憲法論の中に、日本国憲法の体系の中でしっかりそれ入れなきゃいけないですよ。今はもう公共の福祉っていうその言葉だけで、で精神的な自由な場合にはできる限りその人権は限りなく保障されて、経済的な自由の場合には制約はある程度認めるって、まあ、これぐらいの概念しかないんですね、人権の制約論というのは。だからこっち側の精神的な自由の場合には厳格な基準、経済的な自由の場合には緩やかな基準、まあ、それぐらいしかない。でそれを憲法の解釈で、憲法学者がこう解釈で作り上げてきたような話でね、これが一番厄介なところなんです。一番不明確なんですよ、憲法 の, その人権というものはどこまで制約を受けるのかというのは全部解釈論に委ねられて、非常に曖昧不明確なんですね、これが。だからそこは人権の制約というのは今の憲法でもあるんです。でそれは全部解釈論でやってるわけですよ、二重の基準論というやつで、精神的自由と経済的自由を分けるというやつよね。それは二重の基準論なんていうのは全部解釈からできてるんで、もうちょっとそれは憲法に明示していってもいいんじゃないですか。人権にも制約があるわけですからね。改憲、まあ、96条からだんだん中身の話今後深まっていくと思うので、うん、ぜひまた、はい、聞かせてください。はい。